はい、皆さん、お疲れ様でございます。今日はなんですけど、ちょっとね、そんな長く動画は撮れないんですけど、はい、やっていこうと思います。今日はですね、ちょっとね、今から車を直してからの動画になるんですよ。なぜなら、ちょっとね、やばいことになりました。ほら、見てください。やばいでしょ、車の状況。ちょっとね、これで、スピードとかちょっとわかりにくいと思うんですけど、僕が肉眼で見たスピードをお伝えするので、ちょっとね、ご了承ください。すごいです。もうこの状況で走れてるのが、俺はすごいと思ってる。はい。で、なんですけど、オープニングをちょっとつけていなかった理由をお話しします。今から。ちょっとなんですけど、今、オープニングをつけていなかったのが、ちょっとね、あれだったんですけど。なんかごめんね、この辺で女性が。今日は、事故ってないね。夜限定なのかな。レッカー車来ないかな。で、あう！すいませんね。ちょっと、運転が慣れていないもので、これは。で、オープニングをつけていなかった理由なんですけど、ちょっとね、オープニングの方が、ちょっとね、修正っていう感じで新たなオープニングが誕生したので、それの説明とともに使おうかなって思っておりましたが、ちょっとね、最近オープニングを使っていないなっていうのに思い出したので、それ今回からオープニングを使っていこうと思い、あーやべ、横転してた。やばいな、早くしないと動かない。で、オープニングは、今日から使うということにさせていただきます。今日ですよ。皆さん、オープニング、楽しみじゃないでしょうか。で、なんですけど、まん延防止が解除されて、で、登録者が100人ね、もう、4月中に100人になったら、なんと、春休みがもうちょっとなんですけど、4月、3月、が4月中に、登録者が100人になったら、筑波山の山頂両方登りたいと思います。男体山と女体山っていうところに行きたいと思っております。それには皆さんの協力が、とても大事なので、皆さん協力の方よろしくお願いします。登録したくないっていう人はしなくてもいいんですけど、自分が、これちょっとグラセフ知ってるとか、あと僕ね、いろいろな企画やりたいと思っておりますので、皆さんどうか、登録の方よろしくお願いいたします。登録はね、しなくてもしてもいいんですけど、それは自分次第でお願いいたします。はい、じゃあですね、修理代いくらかかるんでしょうか。
一般道でのスピードを確かめます。一般道だと100キロ前後しか出ません。今日ね、どんな車か見ましょう。なんかすごいな。どんな車だ。こいつか、こいつらしいから。でもチャンネル登録者ね、30人いったのがめっちゃ嬉しいですよ。皆さん30人いったのが嬉しいですよ。本当に じゃあもう一回坂道で見てみましょうか。今のでブレーキかけたんですけど、前後120キロ出ました。ありえない数値、過去最高記録ですね。嘘だろ。でも渋滞起こってけ。
欲しい、それが欲しい。なんですけど、ね、今後の YouTube 活動についても今お話しさせていただくと思うんで、いただく形になるんですけど、今後の YouTube 活動なんですけど、皆さん、ちょっと大変申し上げにくいのですが、なんと私オリジナル T シャツを作ろうかと思います。オリジナル T シャツね、ちょっとコメントで募集します。派手なやつがいいのか、派手じゃないやつ、真ん中。真ん中っていうのは、普通ってことですね。まあ、普通って言っても皆さんわかんないんですけど、派手すぎない、派手じゃない、派手すぎない、ちょうど普通、皆さんが普段着みたいな感じ。皆さん、なんと皆さんの県に行くかもしれません。なんと行く県がですね、行けなかった県を行こうという企画で考えています。
やべ、あ、これもうダメだ。じゃあね、皆さん、またね、お会いしましょう。バイバイ。